だ人類すら生存しなかった恐竜時代に恐るべき侵略者ゴドメス星人が地球を攻撃した。恐竜たちが殺されていく。人間の住んでいなかった地球はゴドメスの絶好の餌食となったのだ。タイムマシーンコセイドン号に乗ったタイム G メンは7000万年の過去を目指して出撃した。飛び出せ人間大砲、ゴドメス戦艦をやっつけろ。これは命を懸けて地球を守るタイム G メンたちの戦いの物語である。虹の向こうに何があるのか、誰も知らない過去の世界か。直ちに21世紀に戻り、コスモ市長の謎を解くんだ。いいな。はい。はい。坊やたち、気をつけてよ。うん。二人とも頑張ってこいよ。おいっす。早く帰ってきてね。隊長さん。なんだ。お願いです。私も連れてってください。残念だが、それはできんのだよ。今度のこの時間旅行は重要な旅だ。それにまだ時間軌道は非常に不安定なものだ。安全に21世紀にたどり着くためには二人の質量が限界だ。アルタシア、君の気持ちはよくわかる。だが今は我々の科学を信じなさい。それまで我々はここで待つんだ。アルタシア、待っててくれ。アルタシア、冷凍光線に閉ざされて。ポセイドンは一路21世紀に向け出発した。メリウスレール、フィッシャー、メリウスレール、フィッシャー。君は施設、トキゴー。ただいま戻りました。ご苦労だった。これが市長です。おう、これがコスモ市長か。直ちに研究室で分析させよう。している間にも奴らは秘境の謎を解こうと必死になっておるに違いないのだ。そうか、なんだ。奴らの居所が分かりました。何？データ投資でもダメですか？どうやら波長の短いものではダメなようですね。今度は可視光線にかざしてみましょう。
おい、ゴー、お前少し落ち着いたらどうだ。こんな美しい景色を見てると私の故郷を思い出しますわ。テレサさんっていうのもこんなのどかな星なの。でもそれは昔のこと。今はゴドメスのためにすっかり砂漠のようになってしまって。ひのどくにね。そうも言ってられないんだぞ。まごまごしてるとこの地球だってテレサ星の二の前になっちまうんだ。マリー、ゴーたちとの連絡はまだ取れないのか。うるせえな。今大きい掃除やってんだから。あ、これか。ま、真面目にやれ、モーリー。大変じゃ。どうした。ゴドメスの戦艦じゃ。どこにだ。ピザ。おお。殺せ。今度こそ奴らを根こそぎにしてしまうのだ。太陽光のスペクトルです。もっと波長の長い方に照らしてみましょう。の切れ目を見て機内に飛び込め。今だ。エントロピービームマイナス3倍。エントロピービーム発射。
長官、やりました。成功か。はい。あとはテレザ製の文字をアルタ社に読んでもらえば。そう、全て完了です。そうか、それはよかった。これで我が地球も無事ゴドメスの手から守れるというもんだ。よし。こちらハクアス、本部、本部、本当に願います。モーリー、なんとかなるのか。やればいいじゃない、こっち行きなさい。あ、こちらハクアス、こちらハクアス、本部、本部、本当に願います。そうなんですよ、本当よかったですよ。こちらハクアス、こちらハクアス、本部、あれ本部、本当に願います。こちらハクアス、本部、本当に願います。本部、こちら、時空管理局本部だ。おい、そこに、バンド君いるか。バンド君、大将、大将。はい、万能です。万能君、素晴らしい知らせがある。コスモ市長の文字の投影に成功した。あとはそれを読んでもらうだけでいい。アルタシアという娘にな。なんですって。万能君、どうしたんだ。何かあったのか。おい、それが万能君、アルタシアはたった今ゴドメスの攻撃を受けて。なんだって。死んだのか。多分。なんてこと。行方不明です。そんなバカな。アルタシア、泣くなよ。お前らしくないぞ。俺だって悲しいよ。アルタシアはいい子だ。違う、俺は悔しいんだ。考えてみろ、せっかくコスモ市の謎が解けたっていうのに。無理すんなよ。お前がアルタシアを好きなことぐらいは分かってたよ。おい、おい、君たち諦めんのはまだ早いぞ。これを見たまえ。たった今長野県から伝送されてきた白垣の地層からこんなものが現れた。まさか。似てる、アルタシアそっくりだ。いいか、もっかこの氷塊は奈良県須坂市に保存されてる。もしこれがアルタシアなら何らかの方法で生き返せることができるかもしれん。そうか、直ちに君たちは現地に飛び、この氷塊を持ち帰るんだ。はい、はい。アルタシア様、アルタシア様、アルタシア様、やめてくれ、離せ、こら、やめろ、やめて。
コスモ市長のありかを言え。バカも、わしは死んでも言わんぞ。何？ならば言うようにするまでだ。やれ。ほほ。総監、頭脳コンピューターをチェンジしました。よし。これ、コスモ市長のありかはどこじゃ？はい、タイムジーメンの手により21世紀日本に持ち帰られました。目下科学的方法で謎の解明中と思われます。何？そうか、いかがいたしましょう。我らの科学力で21世紀に行くことはかなわぬ。だが我らには時空を超えることの可能な武器、エントロピービームがある。エネルギーをチャージしておけ。はっはご苦労様です。こちらです。あ、私は生きてる。アルタシア、アルタシア、アルタシア、アルタシア。アルタシア！おい、何するんだ。アルタシアが生きてんだよ。バカなことするな。このまま氷を砕けばアルタシアの命は一巻の終わりだ。そんなこと言ってたお前、急いで本部へ持ち帰るのが先だ。エントロピービームプラス発射。流しとけって。鉄、なんだこれは。俺にも分かんないけどな、俺たちを狙ってることだけは確からしい。くっ。
大丈夫か、おい。それより、今のはゴドメスか、タキオンか。おう、アルタシア。Yeah.